こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はね、ちょっとね、変わったものの中分解したいんですけど、うん、今ね、ちょっと僕がやってるのはですね、修理の方なんですけどね。これはね、D6C ですね。この前 D6 の方もやったんですけど、D6C。これね、一回直したんですけれども、どうも、その後ですね、壊れてしまったんですよね。いろいろとね、ちょっと複雑な事情があるんですけれども、壊れてしまったらしくてですね、いろいろちょっと調べて、要するにこの、基板のね、回路なんですよね。回路が壊れてるんで、これからですね、回路図を見ながらですね、信号をね、追っかけて、それで直したいと思うんですけどね。ちょっとまだわからないです。ちょっと時間かかりそうなんでね。結構ね、このごちゃごちゃして複雑なんですよね。それで、こんな感じでね、かなり込み入った回路なんで、ちょっとね、通常ね、直すときっていうのは、このゴムを変えたりとかですね、この辺のね、メカの方の不具合が多いんですけど、たまにね、回路の方ね、回路もだいたい接触不良であるとかですね、接触不良、ほとんど接触不良かな。あとはコンデンサーのね、電解コンデンサーの容量抜けっていうのがあるんですけど、多分容量抜けってはないような気がするんですよね。ちょっとね、まだ未知のね、故障パターンなんで、今までにない、似てるとしたら D6 で、この前もね、動画上げましたけど、これは D6C なんですけど、D6 っていうのがあって、なんか音がね、出たり消えたりするっていうね、現象があって、それはミュート回路のモジュールがいかれてたんで、取り替えたんですけれどもね、それにちょっと近いのかなっていうのはあるんですけど、まだはっきりしないです。これから、直していきます。はい。で、全然話は違うんですけど、本来はね、昨日、山梨のですね、山中湖、富士山を見に行くつもりだったんですけど、急遽お袋がですね、熱を出しましてね、行けなくなってしまいました。透析行ってるんですけど、透析のクリニックから電話がかかって、熱があるんで、あとね、心臓に不整脈がちょっと、多いっていうかね、なのでっていうことでですね、ちょっと安静するようにですね、熱はなんか下がったんですけれども、で、コロナの、簡易検査っていうんですかね、抗体検査みたいなね、なんかそういうようなね、検査を受けて、陰性ではあるんですけど、あと咳もしないしね、あと肺にちょっと水が溜まっちゃってるっていうこともあって、年も年なんでね、84ですね。なので、いろいろとありますけどね。こんな感じでね、もう予定がね、ごちゃごちゃになっちゃってるんですけどもね。はい。で、今日もこれからですね、あと1時間ぐらいしたら、透析にね、迎えに来ると思うんで、それまでの間動画撮ろうかなと思ってやっております。はい。で、今日ね、やろうと思ったのは、動画に上げるほどのことでもないかなと思ったんですけど、とりあえずね、ちょっと分解したいと思ったんでね、どうせね、分解するんだったら、動画撮りながらやった方がいいかなと思って、やります。これはね、忘れましたけどね。これ、タイトルにね、入れときますんでね。見てください。名前忘れちゃった。これはね、車の、もともと車の、ドアのね、下につけるんですよ。そうすると、ドアを開けると、こう、ライトが光ってですね、そして、光る。光るって。どんな風になるかっていうと、ちょっとね、こんなね、光。ちょっと見にくいな。なんか、いいスクリーンとかないかな。こんな感じでね。
ちょっと今ね、レーザーの関係ね、調べてるんですよ、レーザー。まあ、一つは、CD とか MD 関係してるんで、ね、レーザー関係ね、してるんで、あとは、3D プリンターの光造形で、ちょっといろいろ引っかかっててですね、なかなか うまくいかない。既存のやつだとうまくいかないんでね、ちょっと作ろうかなっていうのを、来年あたりってね、高性能な、安くてコンパクトで高性能なね 3D プリンターね作ってやろうかなと思ってね、売ってないんでねまあこれは今日の話題ではないんですけれども、日本製のやつはね高くてでかくて性能がいいんですよ。日本で売られてる、それはだいたい工場関係とかですね、そういうところで使うんですよ。でもう一つある出回ってるやつであるのは、安くて小さくて性能が悪いそれがですね、中華製のですね、一般的に売られてるやつですね。で中間的にはね、10万ぐらいのはもうほとんどね、安くて小さくて性能悪い部分に入るんだと思うんですよね。そうですね、40万からですね70万ぐらいのものだと、まあ小さくてですね、小さくて性能がいいのはあるんですけれども、でも70万っていうのはやっぱりね、個人のホビーで使うにはとてもじゃないけど高すぎますよね。ホビーっていうか、まあちょっとしたね作業用に使うには高いですよ、70万80万というねものはね。だからちょっとね、その辺は10万ぐらいでね、コストがまあ5、6万、もっと安いかな、もっと安くできますね多分ね。コストは2、3万3万ぐらいかな、それで性能は70万ぐらいの70万級、ほんで大きさは卓上のやつ、そういうのをねちょっと自分が使いたいんでね、やろうかなと思ってますんでね、来年いっぱいかけて、来年いっぱいもかかんないかもしれないですよ、そこに集中すればそんなんでもないんですけど、他のやりながらやってるんでね、なかなか無理なんでね。はい、こういうやつね、でレーザーとかいろいろ調べてましてね、その中でまあ安くてね、レーザーなんとかって出てたんでね、ちょっと買ったんですけど、これレーザーじゃないですよねLED の発光ライトですね、 LED ライトですね、これね、無限とかになりますけどね、これね、これ多分ねスクリーンっていうかね、ネガフィルムみたいなね、そういうのがこう入ってて、ライトを当てて、まあプロジェクターですね、プロジェクターもレーザープロジェクターとですね、普通のっていうか LCD を使ったですね、液晶を使ったプロジェクターとかあるんですけど、僕はちょっとねやろうと思ってるのはレーザープロジェクターを利用したですね、ちょっとね、関係のやつを、やりたいと思ってですね、夜中に調べてですね寝不足になっちゃうんですけど、はい、でこれはねちょっと僕は期待外れ、全然ね、レーザーって言ってたんでレーザーかなと思ってね見たんですけど、多分レーザーじゃないですね。なんですけど、これメルカリで1000円で買ったんでね、まあとりあえずね動かしてみたいと思うんですけれども、これでね、これ今オフになってますよね、オフになってるんですけど、これをねこうセンサーに、あこれじゃない、あほら磁石をここにつけるとね、どうすればいいかな、これね、こうやればいいかな、あれこうね、ついてるでしょ、磁石をここにペタッとくっつけるとですね、ほら、消えるんですね、はい、なので、この本体側は車のドアの下にこう設置しまして、でこっちのこれ磁石なんで、磁石はボディ側、
車のボディ側に、両面テープでつけると、閉まってる時にはこの、磁石がこう下の方に来るんでね、こうオフになると。でドアを開けるとこうオンするという、こういう形になってるんですね。はい、じゃあですね、これこう分解しようと思うんですけれども、これねネジがないんですよ。例によってね、このね、フックがついてるんですけど、このフックがねちょっとよくわからない。これはもうどうせね、これこのこれはどうせ、使わないんでね、もう分解して捨てるっていうわけでもないですけど、部品取れるかどうかわかんないですけど、一応ね、うん、使う調査用に買った安いんだよね。よいしょ、あれ、もうあんまり丁寧にやらなくてもいいんですけど、はい、取りましたね。ちなみにね、これね、これはあの、スマホとかですね、タブレットなんかにね、修理するときにこうフックを外したりするね、こういうなんていうんですかね、これステンレス製の細いね、あ細いじゃない薄い板なんですけどね、これもアマゾンで売ってるんですよ、修理用のキットとしてね売ってますけど、やっぱねステンレスはねこうバネ性があって強いですね、うん、でもステンレスはねこうスッてやるとね切れてしまうんで、ね、怪我する可能性があるんで、ね、注意しなくちゃいけないんですけど、はい、これ取りますと、まあこんなになってますね、うん、こんな電池、ちょっと電、電、うん、こうやってね、で、センサーの部分、センサーのこれね、ここの下にあるんですよ、センサーね、はい、この辺ちょっと、うん、見てみましょう。電池を外します。よし、電池を外します。はい、外しますね。そうすると、うーん、この辺が気になるね。これもセンサーだね。センサー、あ、取れた簡単に取れますね。これはね、なんだろう、ホールセンサーかな。もっとね、メカニカルのやつだと思ったんですよ、僕ね。あの、バネがついてて、こう、磁石やると、接点がこう、動くのかなと思ったら、そうじゃないですね、これね。これはね、なんだろう。こう離れててもね、やりますね。センスしますね。これはね、いや、これホールセンサーではないんだけど、ホールセンサーはね、4装置、4端子ですよね。これは何だろうね。で、ここがスイッチ部品がありますね。スイッチ部品。これは、まあ、スイッチと、なんだろう、トランジスタみたいなの形状、ここにもトランジスタみたいなのありますけど、これは多分トランジスタじゃないんですよね。これもやっぱ磁気センサーなのかな、今度また調べてますけどね。磁気センサーなのかな、これね。いや、磁気センサーじゃないな。ここ行ってどうなってんだ、これは。電源ですよ。これが、スイッチでしょ。うん、どういうふうになってるんですかね。わかんないな。あ、結構熱いか、これ。どこだ。ドライバーの LED。やっぱこれ LED ランプですね、LED ランプ。で、ここがね、結構熱いですね。それとね、
気になるの。どうでもいいことなんですけれどもね、まあどうでもいいことなのでスイッチが汚い。スイッチが汚い。これなんでこれ。見えないかもしれない。なんか新品の電池じゃないよな。あ、電池じゃない、電池じゃない、ごめんなさい。この、あの、スイッチ。スイッチが錆びてる。スイッチが錆びてる。これ使ってたからかな。なんだろう。確かにね、これね、あの、Amazon のレビューでね、あの、要するに水とかでね、あの、こう壊れちゃうっていうのが書いてありましたね。要するに、ね、ほら、ドアのところに、こう置いとくんです、設置するんですけど、その時に多分ね、これ防水全然してないんで、水が多分ね、あの、うん、水が流れるっていうか、こんなに入っちゃうんでしょうね。それで腐食して、あの、ダメになるっていうようなことは書いてありましたね。確かにそうかもしれないですね。 IC はなんだ、これはドライバーかな、なんだろう、とわからないけど、この IC は何だろうな、レギュレーターかなんかだから、見えない、うん。また今度やるかもしれないですけどね、今はちょっと、うん、そんな、あの、いろいろとね、やってる時間ないんでね。うん、そしてですね、どうしようかな、スイッチを押して、うん、マニュアルでスイッチをつけましたけど、そして、ここにね、これがあるんですよ、これ。これスクリーン、ほら、こうか、で、こうじゃないか、こうか、うん、ほら、これで、ここにちょっと、ね、ここにフィルムが貼ってあるんですよね。これだけですね。だから、まあ、センサーの部分は別としてですね、まあ、原理的には100均の LED ライトの前にですね、こういうやつをね、こういう、なんかフィルムをこうやればですね、こうね、ここの部分だけ変えればですね、いろんな、絵ができる、出るわけですよね。はい。そして、待て、そして、これも、ここのところちょっと取りますね。この、ランプのところ。これはどうやった、あ、はい。おお、たくさんレンズが出てきましたね、これね。レンズ、うん、レンズね。まあ、そこそこ頑張ってるんですね、これね、レンズ。こうですね。あ、レンズがね、一番先端から1,2,3,4,5,6 枚レンズがついてますね。こんなにやらないとダメなんですかね。ちょっとね、その辺もね、こうレーザーやるときにね、ちょっと、うん、参考にしたいんですけど、これね、いろんなレンズがね、こういう凸レンズというか、こういうのとかね、たくさんレンズがありますね。うん、レンズはあんまりね、詳しくないんでね、よくわからないんですけどね。こういうレンズなんかもレジンでね、できますよね。ちょっと最終的な研磨しないと多分ダメかもしれないですけどね。そしてこれが LED ですね。これ LED、はい、LED ランプです。はい、ただの、これちょっとつけてみますね。ほら、うわ、結構眩しいね、これね。結構強いね。あ、目が痛くなっちゃう。ほら、今のランプってこんなに明るいんですね。一つで結構明るいね。うん、
ということは、これですね、ほら明るいでしょ。ということはですね、かなりこれ熱くなるっていうのは、LED のドライバーですね。どっちだろう、トランジスタ、これ取るかな。あ、目がおかしかった目が眩しくておかしくなりましたね、ちょっとね、ちょっと目がね、なんか LED の光、 LED の光っていうレーザーもそうですけどね、まあ原理的には LED もレーザー、半導体レーザーもですね、基本原理は同じなんですよ。僕も半導体大学の時に習いましたけどね、よく忘れちゃった。エネルギーギャップとね、あと、こう、なんていうんですかね、紫外線にとかね、周波数を上げるには、確かエネルギーギャップっていうね、エネルギーのね、こう、障壁っていうかですね、それを増やしていかないといけなくて、ね、それがね、ブルーレーザー、ブルー LED で大変だったところだったと思うんですけれども、今はねブルー LED できてますけど、素材技術が良くなったんでね、でレーザーの場合は LED と違って LED はね、まあ拡散するんですよ。普通の光と同じでね、太陽の光と同じようにブワーッと広がっていくんですよ、拡散してね、はい。だけど LED ってのは拡散しないんですよ。コヒーレントって難しいですけどね僕ももう忘れてます説明しようと思ったけど忘れてますね、ともかくね、コヒーレントって位相がね、光のね波長がこう同期してるというかですね、なんていうんですかね、崩れないんですね、規則正しいんですよ。その関係でこう拡散しないんですよ。だからレーザーってビーッとこうレーザービームとかってなんだっけ、イチローのね、投球っていうか、ね、投げる球とかレーザービームとかやって言ってましたけど、まっすぐに進むんですよね、そういう特徴があるんですけど、このね LED はね、確かに大きいですね。大きい LED 使ってますね、これ白色 LED って要するに明かり用の、要するに今で言うと LED 電球とかですね、 LED 照明なんかに使ってる。あ、目がおかしい、ね、このね LED の光っていうのはね、本当に蛍光灯の光と違って、今ここにあるのはね、これ使ってるのは蛍光灯なんですよ。蛍光灯もまあ光強いんですけれども、なんていうんですかね、柔らかいんですよ、光がね。それに対して LED とかですね、レーザーそうなんですけど、硬いっていうか鋭いっていうかですね、だから非常にね目に良くない。LED の例えば車のライトなんか目にこう入るとすごい眩しいですよね、明るさよりも眩しさを感じちゃうようなところがあるのかな、まあ確かに明るいことは明るいんですけどね、で意外にね電気って電力食うんですよね。要するに蛍光灯の場合はエネルギー損失がこう効率というかね大きくてですね、熱に変わるんですけどね、この LED もですねやっぱねかなり熱出すんですよ。だからこれね、これアルミ使ってるでしょ、これアルミの上に基板が乗っかってるんですよ。これどこに基板かな、アルミの上になんか薄い、これがフレキシブルのなんかな、この放熱しないとダメなんですよ、この放熱、一時期ね LED 照明で LED 照明でね問題になったのはやっぱ熱なんですよ。で熱でこの近くにあるコンデンサーが、コンデンサーっていうのは熱に弱いんですよ、熱とか湿度に弱いんでね。そうすると LED が、照明用の LED がバーッと強く光った時に、
LED でね熱が出るんですよ。それをね このねあのこの、放熱板になるんですけど、このこれで言えばアルミですけどね、アルミでこう LED の熱をこのアルミに吸収させてですね、最終的にはここから放熱して、うん、まあ CPU の、CPU とかの放熱板と同じようなヒートシンクみたいな役割ですね。はい、これがだから強い光だとこうあの熱が大きいんで、放熱をちゃんとしてやらなくちゃいけないですね。だからすごいものすごい強い光で出るやつなんかは、この放熱がうまくいかないと、こう LED の方がこう非常に高温になってしまう。高温になるとですね、この寿命が短くなるんですよ。で、壊れてしまう。だから例えば CD とかですね、DVD なんかあるんですけれども、あれもあのレーザーですけれども、やっぱ半導体使ってまして、こう照射してる時にこのレーザーが熱を持ったりなんかするとね、だから普通の LED の場合、まあこれなんかもそうですよね。これもそうですけど、これ光ピックアップここについてるんですけど、ここの中に LED 入ってるんですけどもね。まあ普通はね、このレーザー素子をですね、金属のね缶の中に入れて、その缶をこれで言えば、うん、こういうですね、こういうところの、これ、大キャストを作ってるんですけどね、ここに接種するようにして、ピックアップ全体で放熱するんですよ。だけど、安い CD、CD プレイヤー、僕が見たのではね、東芝のね、薄型のやつ、あれ、まあ、ピックアップっていうかね、レンズがね曇るとかなんとかいろいろなね、故障原因が出てたんですけど、どうも納得いかなかったんでね、全部分解してレーザーのね素子を取ってみたんですけど、レーザー素子が炭化してました。炭化要するにね、ああいうね、なんていうんですね、急激な熱はね一瞬で、素子を壊しちゃうんですけどね。だからこういう、こういう LED の素子なんかもそうですけれども、もう経験したのがトランジスタとかね、FET とかです。あ、FET じゃねえ。レギュレーターとかですね、ドライバー用の IC、そういうのはね、急激に熱が上がったり、急激に電流がね増えたりなんかすると、まあ電流がバーンと増えるとですね、ボンディングって言ってこの配線が切れるんですよね。で熱がある、急激に熱があると、そのもっとは配線じゃない部分が熱によって壊れてしまう。この LED の本体っていうかね、壊れてしまう。だけれどもですね、徐々にっていうかですね、まあだいたい100度、120度ぐらいかな、ちょっと詳しくは分かんないですけど、そのくらいでずっと使ってるとね、使えるんですよ。使える、普通に使えるんだけど、だんだんとね、こう IC とかそういうのがね炭化していくんですよ。炭になっていくんですよね、だんだんとね。そんでこうモールドっつって、この半導体をこうくるんでるね素材があるんですけど、黒いね、まあ樹脂ですけどね、こういうレジンみたいな樹脂ですけど、それがですね炭化していくんですよ。黒く、まあ炭状態になってくるんですね。はい、まあ東芝なんかのね、東芝に限らないですけど、安いね CD プレイヤーなんかそういう形でレーザーの発信機っていうかね、素子自体がね、中でですね炭状態になって、はい、そうするとその素子は取り替えないともうダメなんでね、はい、そういうのもねちょっと来年の課題としてね、レーザーやっていきたいと思いますね。
わりかしね古い CD の方がそれはあんまりないんじゃないかなと、うん、やっぱり使ってると劣化はするんですけれども、どうもね、でもスペック上の劣化とね実際の劣化はちょっと違うような気がするんですね。スペックではねそんなにね何百時間っていうか何時間ってこう決まってるんですけど、スペックであるんですけど自分のね、どう考えてもね業務用で使ってなければそんなにこう、寿命が来るほど使わないだろうっていうものも結構使えなくなってるんで、その辺の原因も含めてね来年もう徹底的に、ね、やりたいと思ってるんですけどね。はい、ということでまあ、レーザーっていうふうには書いてあったんですけど、まあ確かに、ね、LED スクリーンとかレーザーとかねなんかごちゃごちゃだから LED とレーザーっていうのがですね、まあまあ用語がですね、まあこう照射される時のやつがあんま似てるといえば似てるんですけれども、こうやってねライトね、もともと LED とレーザーっていうのはまあ似たものなんでね、うん、だから LED あレーザーって書いてあってもこういう LED のねこういうねものもあるんだなと思いますね。あこれよいしょ、あれでね、うん、あとはまあさっきのね本当にこんなにいるのかなって気がするけどね、うん、カメラのレンズなんか結構ね、レンズを組み合わせて使ってますよね、うん、本当にこれだけのレンズがいるのかちょっとわからないですけれども、まあそういう風になってますね。はい、ということで分解してみました。機構は非常に簡単なんですけど、うん、これ1,000円、ちなみにAmazonで買うともうちょっとするんじゃないかな。これ中古品でしたからね、分解しもっともっと分解しようと思ってたんで安いの買いました。あとは今日もまた来ると思うんですけど、ちょっと LED というかですねレーザー関係のもの、ね、買ってありますね。また同じようにね分解したいと思います。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。まあいろいろものやってますからね、うん、まあ単純にね これは何でしょうでこれはねヘッドです。エプソンのプリンターのヘッド部分ですね。これ多分生きてるはずなんですけどね、これちょっと洗浄してね洗浄して取っとこうかなと思っております。分解しても今ね部品として使おうと思ったやつがかさばってるんで、もうちょこちょことです部品をね、取り出してですね、うん、処分しております。はい、こういうね、うん、まあこういうのもねまた折々やるかもしれないですけどね。はい、ということでチャンネル登録の方よろしくお願いします。ナオリンでした。失礼します。いかー。はい、失礼します。